日本四国地方徳島県徳島市東戸田地区、富田浜富田浜は徳島県徳島市の町名、東戸田地区に属している。富田浜一丁目から富田浜四丁目まである。郵便番号は郵便番号770-0931。2011年6月、徳島市の調査より、徳島市の中央部、都心地域南部の東戸田地区北園に位置する。 西に流れる新町川の南岸で東西に伸び、川沿いの通りの南側に広がる。西から1から4丁目。この定番は南の中の町、南中市町の1から4丁目と東西の位置が揃っている。北は清流する新町川に面し、対岸の南内町と町内内市すぐそばの橋で結ばれる。南は中市町の商店街に接す。南北は一部を除き、 平行する裏道が町境となっている。南からは南北に伸びる伊賀津町、富田橋も伸びている。富田橋との町境は込み入っているが、おそらく戸田橋は途切れずに富田浜2丁目と3丁目を分断して新町側まで達している。東端では南北に走る JR 麦線が町境である。道は アンダーパスで線路の下をくぐり国道55号と十字路、なす。西は、両国橋公園を隔てて、両国橋に接す,する。江戸時代には、武家町で、富田浜川あるいは丹に、浜川と呼ばれた。東端から富田東見屋敷、西尾屋敷、中楼、八須カイの屋敷などが並んだ。中央で、渡し通が、南から定次路で接続して、 現在の富田橋の位置から新町側に私船が出ていた。1889年の徳島市市政施行前は明東郡二浦町だった。市政により徳島市の大技となった。1885年、県立徳島中学校が現在の市役所の位置から西親屋敷跡に移転してきた。東隣の東宮敷跡は特注の運動場となった。 特注西隣の八須伊豆屋敷跡は、県康街道となり、後に徳島公園内に移築され、武徳殿となった。跡地は、県庁となった。元は、富田の地に、富田浦町の一部だったが、1941年に、独立した町となった。町名の由来は、富田北東部が、新町川の川沿いに面したことによる、1942年に、 船場町の一部を編入。1975年に両国橋の一部を編入。1945年7月4日の徳島大空襲では、著しい戦果を受けた。三河家住宅町内に国道、県道、鉄道、バス停なし。ありがとうございます。